カーソルはコンピュータのユーザーインターフェースを構成する要素の一つで文字の入力位置を示す。この後の語源はラテン語で奏者もしくは競争者を意味するカーソルである。近年はマウスカーソルと呼ばれることもあるマウスポイントと混同されることが多い。四角形のカーソル河川のカーソルコンソールやテキストエディタといった文字入力インターフェースにおけるカーソルは 次に入力される文字がテキスト中のどこに追加されるかを示す。古くから見られる形式では塗りつぶされた四角形、または下線として表示される。目立たせるために点滅させる場合も多い。点滅するカーソルは1968年にチャールズ・ A ・キースリングによって発明された。また、挿入モードでは下線で上書きモードでは四角形など、 カーソルの形状を使ってモード切り替えを利用者に伝えるシステムもある。近年のビットマップによる画面表示では文字の間に表示される縦線あるいはキャレット等でカーソルを表示する場合も多い。こうすることで文字間への挿入をより直接的に表現できるようになり、またプロポーショナルフォントでもカーソル形状の変化を抑えることができる。反面、 四角形のカーソルに比べて画面上で目立ちにくくなるという欠点もある。ワードプロセッサも参照。あらかじめ与えられた選択肢の中から操作を選択して指示するメニュー選択型のインターフェースではどの選択肢を選ぼうとしているのか示す必要がある。具体的な形状としては選択肢の前に矢印を表示したり、あるいは選択肢自身を 反転表示したりといった方法が取られる。マウスポインタ GUI 環境において操作対象を示すために表示される矢印などの小さな図形もカーソルと呼ばれていたがカーソルの操作の不死で口述するとおりマウスで操作されることが多いので現在はマウスポインタと呼ばれる。多くの GUI では状況に応じてマウスポインタの形が変化する。プログラミング言語ロゴでは 画面上の亀に対して旋回、前進などのコマンドを与えることで図形を描くことができる。タートルは現在位置と進行方向を保持する。コンピュータシステムのキーボードの多くは上下左右の4方向へのカーソル移動キーを持つ。また、コントロールキーと他のキーの組み合わせでカーソルの移動を指示するインターフェースもある。ダイヤモンドカーソルはその一例である。 ユニックスで人気の高いテキストエディターの6と EMAX はそれぞれ独特のカーソル移動操作を採用している。他のアプリケーションでもこれらのカーソル移動を再現するためのカスタマイズ方法を提供しているものが散見される。ゲーム機ではメニュー型インターフェースを採用して十字キーで操作させるものが多い。GUI では主にマウスなどのポインティングデバイスを 使って操作することができるのはマウスポインタである。カーソルの操作は前述の方向キー、またはマウスポインタで刺した位置でマウスをクリックすることにより移動することができる。マウスオーバーとはカーソルを何らかの要素の上に重ね合わせている状態のことである。マウスホバー、オンマウス、ポイントとも言う。ロールオーバーとはマウスオーバーによって期待される現象のことである。 代表的な現象ツールチッププレビューマイクロソフト、Windows 7、Windows 8及び Windows 10におけるエアロピークが一例である。この他にも Wikipedia の記事へのリンクにマウスオーバーした際のページのプレビュー機能もロールオーバーに含まれる。ビット編集部、ビット単語を強立出版、1990年8月15日、46ページ。 ISBN4 から320025261ブリンキングカーソル 4CRT ディスプレイ https コロンスラッシュスラッシュパテンツ .google.com スラッシュパテントスラッシュ US3531796A スラッシュ EN2021 年7月11日閲覧 AB ロールオーバーをマウスオーバーの同義語として扱うこともある同義語も同様ロールオーバーを含む ページのプレビューに含まれている設定ボタンを選択することで無効化することができる。その際、ツールチップに置き換わる。ありがとうございます。